背景、奥、こうして文を送るのももう幾度目となりますでしょうか。千年の都、今日は祭りの真っ最中です。見目麗しき空の花が手前の心を癒してくれます。それなのにこうも胸が痛むのは、きっとここがつい先日我が君と共に訪れた土地だからなのでしょう。はあ、綺麗だな。雫がにじむくらいに綺麗だな。奥への手紙、こと編。秋の花火が目に染みます。花火よ花火、手前の心を沈めておくれ。早く場所を取らねば剣士様が悲しまれる。なのにあいつは、刑事はどこに行ったんだ。もう意地張るのやめようかな。剣神様のお戦士のリブは一軒半も同じ半も高いような。我が君、あの時痛かっただろうな。骨肉の争いほど虚しいものもありません。引くよし、ボタンよし、天下あいわまっさらやまっさらよ。なにこのぐらい、奥のしごきに比べたら。なのだ。見逃しちゃならねえよ。美味しい屋台はあっちの方に。
こうして暴れてると奥にでもなった気分。記憶に残す主人公、魔王へ枯れつぐ無敵だ。空の花火はまさに無敵。つまりあの花火は俺、これは花火で無敵。無敵班、アンサー花火師も行けるで。いつの時代も俺は無敵。忘れられない限り。俺は無敵。無敵なのに打ち上げられた。ナオイに体を張って余興を見せるなんて。だが私にだってあの花火がある。さあさあ皆さん、寄り切って参りましょう。ここは剣心様のお座敷だ。あの方の微笑みだけが私の生きる意味。ケージめ、見つけたら宮内千本読ませてやる。あの方は確か芸者の方じゃなくて、我が君がご迷惑をおかけした方。よろしければ手前も共に探しましょう。本当か。お前どこかで会ったような。夜花がもたらす一期一会、そう思いください。主の比例はわしが進む。きっとそれでいいんだ。探している男は
とにかく派手好きなやつで、あれが気に入りました。買い占めなさい。ああ、ありがとう。お金がかかって大変なんだよね。面白いものが見えたら迷わず寄り道するやつで。化け物小屋？宗茂、立ち寄っていきますよ。喜んでたくせにお化け見たら怖がっちゃって。こんな日には着流しでぶらついてるはずだ。そんなもの深くありません。暑いのです。本当に片時もじっとしてない人なんだ。見かけましたら必ずやお伝えしましょう。そうか、すまない。恩に切る。そういえばもっと昔、総理様が幼き頃にも一緒に来たっけ。よし宗茂、お前も花火になるのだ。雪景色は多かれど、雪をも溶かす恋の花。冬を乗り越え、その時を待つ。さあ、鮮やかな恋よ。この前田圭司という木にウグイスを呼べ。筒に詰められたりもしたっけな。おら、立花さん、また今日に来てたんだ。今回は膝倉見物ってことでいいのかい。おう、前田殿、お会いできてよかった。浮かない顔だね。悩み事かい。実は手前、放逐された身の上でして。はいはい、なるほどね。そしてカクカクしかじか。立花さん、あんた自身はどうしたいんだい。戻りたい時に戻ればいい。喧嘩もすればいい。家族ってそういうものだよ。家族？手前と総理ですか。温かい国としたいんです。親子のような。宗茂、お前は一体何を言っているのです。すべては兄弟ザビー様の子ではないですか。ありがとう、二つ目の恩をいただきましたね。いいって、そんなのただのおせっかいだからさ。手前の主は総林様ただ一人なのだ。わしにはまだ帰れる場所があるんだ。こんなに嬉しいことはない。宗茂、どこですか。宗茂、ほう、喜びのあまり幻聴が。宗茂、この声、懐かしきこの音は。ほう、ほう、宗茂、総林様。宗茂、宗茂、総林様。まだまだ許しません。僕の怒りは百八式までありますよ。いいな、いいな、日常っていいな。よし、明日からも頑張ろう。